電子工作の部屋。アルデューノ &FM 音源ボード YMF825 プロトタイプ02。プロトタイプ02はハード的なところはそのままですが、ソフトウェア側を充実させています。プロトタイプ01は最低限の機能実装でした。 YMF825 をMIDIキーボードで演奏できて、各種操作系コントローラからの情報を取得し、OLED に表示させるところまで。そして、02は、予定通り、音色のエディット機能を実装していきます。ここまでのプログラムコーディング作業は、C 言語や C++ に不慣れであることもあり、かなり大変でした。コンパイルが通らない理由がなかなか理解できなかったり、コンパイルが通っても思ったように動いてくれなかったり、謎のハングアップで勝手にリセットされてしまうこともありました。ステップ実行できるデバッグ環境もないので、中で何が起きているかを把握すること自体が大変です。さて、音色編集を行うために、まずは IMF825 のドキュメントとサンプルプログラムを見比べながら、どのように制御すればよいのかを調べていきました。先人たちが公開しているネット情報も理解の助けになります。まずは音色の編集を行うために必要なパラメータを把握して、これを適切に変更する必要があります。 YMF825 は最大16音色をレジスタに格納して演奏に使用することができます。しかし制限もあって、更新するためには全音色をまとめて一気に更新する必要があります。16音色で固定ではなく、少ない音色数も指定できるのですが、とにかく一塊として扱うしかなく、個別に1音色だけ更新するということができないようです。また更新を行うには発音を完全に止める必要があり、つまりは演奏しながらの音色のエディットには少々難があります。 FM 音源はアナログシンセのような感覚的な操作では音作りができないため、演奏中にグリグリとつまみをいじって音色を変化させるという使い方には向いていないのかもしれません。4つのオペレータでアルゴリズムは8種類用意されています。そして各オペレータは32種類の波形が選択できるようになっています。このうち15番、23番、31番の3つは任意波形を登録できるようですが、まだその登録方法などを解析できていません。それでは現段階の編集画面を見ていきましょう。 OLED の表示内容は少しだけ変更しています。4行目に音色名を表示できるようにしました。もともと YMF825 自体には音色名を保持する機能は持っていないので、アルデューノ側で管理する情報として名称を加えました。プログラムチェンジはボタンだけでなく、ロータリーエンコーダからも行えるようにしました。編集機能内でロータリーエンコーダでいろいろと値を編集して演奏モードに戻った時に、流れでプログラムを切り替えようとするとボタンだと違和感があったからです。機能が増えてくるとボタンとつまみの操作にいろいろな役割を与えることになるのですが、各機能で違和感なく感覚的に操作できるようにするためにはどうしたらいいのかといろいろと試行錯誤しています。プログラム番号が14番 E の次は0番に戻ります。15番 F は音色編集用の作業領域に確保したので、結果音色を保存できるのは0番から14番 E までの15種類となります。アルデューノ側のメモリを使用すればもっと保存できる音色数を増やすことは可能ですが、今回は YMF825 内で同時に保持できる音色数を上限としました。ロータリーエンコーダのスイッチを押すと演奏モードから編集モードへ移行します。選択していたプログラムの音色データを編集用の15番 F に複製して、そこで実際にパラメータを変更しながら発音させます。元のプログラムはそのままなので、編集を破棄するときには
元の設定に戻す必要がありません。パラメータ数が多く、OLED には全パラメータを表示できないため、ページを切り替えて設定確認できるようにしています。共通パラメータとオペレータ1つ分のパラメータを1ページに無理やり収めています。赤、緑ボタンにより、個別パラメータの切り替えを行います。パラメータ番号とパラメータ名、現在の値と、その値の意味を表示します。元の値の時には、米印が表示されるようにしています。パラメータをいじると音が激変しやすいので、元の状態に戻す際の目印になります。パラメータ番号は、現在0番から90番まで割り当てています。音色名が20文字分あり、1文字ごとにパラメータ番号を割り当てています。ロータリーエンコーダのスイッチは、編集モードへの移行の他に、演奏モードに戻る役目もあります。画面にはちょうど映っていませんが、ミディシールド上のボタンに、パラメータのジャンプ機能を与えました。パラメータ数が多いので、オペレータなどの区切りの項目に素早くジャンプできる機能を加えました。パラメータをいくつか見ていきましょう。共通パラメータ。最初はベーシックオクターブ。オクターブが変化するので分かりやすいです。次は LFO。 ちょっと変化がよく分かりません。次がアルゴリズム。アルゴリズムと波形についてはせっかくなので図形で表示するようにしました。パラメータの値だけでは全く意味がわからないけど、図示すれば一発で理解できます。オペレータの接続が切り替わるので音の変化が出やすいです。次はオペレータごとのパラメータ。まずはオペレータ1番を見ていきます。最初に波形、これも頑張って図をプログラミングしました。波形は最も音色に影響を与える要素です。一つのオペレータを変化させるだけで元のグランドピアノとは似ても似つかない音に変化します。他のオペレータの波形も変えてみます。アルゴリズムの選択によって波形がどのような影響を与えるかが変わります。この過激に音が変化するところが FL 音源の最大の特徴です。
フィードバックレベル。ここでちょっと変化が分かりにくいですが、オペレーター1番はフィードバックがかかるはずです。周波数倍率最大15倍まで上げると倍音の出方がどんどん鋭くなります。
ど、狙った音に仕上げるのはかなり難しいです。オペレータ2番の編集。独自に追加した音色名の編集画面です。二重文字固定で名称を設定します。カーソルを移動するとパラメータ番号が一つずつ変化していきます。任意のカーソル位置でロータリーエンコーダーを回すと文字を変更できます。シンセサイザーではよくある方式です。文字コードは完全独自仕様で、使用頻度の高い並び順にしています。
パラメータ、詳細編集画面で何も操作せずに一定時間が経過するとパラメータ表示状態へ遷移します。そこからロータリーエンコーダのスイッチで編集モードを抜け、保存か破棄を選ぶモードになります。保存先のプログラム番号をロータリーエンコーダで選べます。ちょっと操作していて意図しない動作になっていました。パラメータ一覧画面からパラメータジャンプボタンを押すとパラメータ詳細画面に遷移してしまいます。そのまま放置すればパラメータ一覧画面に戻ります。ロータリーエンコーダのスイッチを押せばすぐに戻ることもできますが、全体を見ていたいのにパラメータジャンプするたびに画面が変わってしまうのでよろしくありません。これは修正します。修正後コンパイルして Arduino へアップロードします。ここで新たな問題を発見。14番 E に保存したはずのピアノの音が初期のリムショットに戻っています。 EEP ROM への保存を実装したのでリセット等を行っても設定が消えるはずがありません。再度14番 E へ保存を行ってみます。リセットボタンで再起動するとまたリムショットに戻っています。これはいけません。EEP ROM の保存読み出し処理に不具合があるようです。不具合箇所を探します。
やら原因は単純で、繰り返しの判定が間違っていて、最後の14番 E について処理が行われていませんでした。今まで0番とか若い番号にしか上書き更新していなかったので、バグに気づきませんでした。再度コンパイルしてアップロードします。プログラムはまだ 17% くらいの使用率ですが、グローバル変数が 65% も使っているようです。空きメモリが少なくなると正常動作しなくなるので、そろそろ意識しておかないとまずいかも。正直、あまり効率のいい賢いプログラミングはできていないです。とりあえず想定通り動かすことを最優先に作っているので、ソースはかなり混沌としています。動作確認です。14番 E に123という文字を加えて保存します。実行中は当然ながら変更が反映されていますが、リセットしても保持されているでしょうか。今度はバッチリ保存できているようです。編集画面のパラメータ一覧で、パラメータジャンプボタンを押した時の動作も修正できています。パラメータ詳細画面でのパラメータジャンプボタンの動作も今まで通りです。
操作していて、保存するときにプログラム番号を選べるのはいいのですが、元の音色が何かがわからないので、上書きして良いのか一瞬躊躇してしまいます。ということで、保存先の音色名を表示するように修正します。独自文字コードなので、単純な文字描画だと、デタラメな文字が表示されてしまいます。これは、すでに関数が作ってあるので、それを呼び出すだけの変更で簡単に実装できました。ということで、音色編集機能の実装は一応完成です。次は、ちょっと難しそうですが、内蔵3バンドイコライザーの編集機能を実装していこうと思います。続く。